まあ、途中から自分は出て、まあ、負けてる状態で、まあ、なんとか、まあ、勝ち点欲しい中で、まあ、最後、まあ、追いつくことができて、まあまあ、優勝のためには勝ち点3が必要だったんですけど、まあ、ポジティブな勝ち点1っていう、まあ、監督もおっしゃってたんで、まあ、そこ前向きに、まあ、捉えることができました。まあ、ボールはたいて、まあ、北斗君に入った段階でディフェンスの裏背後を取ることができて、で、まあ、最初はカットインして、まあ、シュート打とうかなと思ってたんですけど、まあ、相手も寄せてきて、まあ、かわしたタイミングで足がかかったんで、そうですね、まあ、見てくれれば PK だなと思ってたんで、まあ、見てくれるように、まあ、主審に言ってました。ですね、まあ、北斗君なら決めてくれるだろうなっては、まあ、思ってましたし、まあ、もし弾いても、まあ、詰めれる準備はしっかり、はい、してました。ここずっと周囲で来ている中で、まあ、ここを、まあ、4試合、3試合前ぐらいから明け渡すことになって、まあ、でも言うてその 3,4 試合なので、まあ、それまで首位にいたチームですし、もっと自信持って、まあ、もちろんシーズンの中で勝てない時期もありますし、まあ、そこを乗り越えれるチームが優勝とかに、まあ、ふさわしいチームだと思うんで、まあ、残り4戦、まあ、まずは突戦で勝てるように、まあ、練習からですけどしっかりやっていきたいなと思います。そうですね、まあ、ジュニアユース所属してて、まあ、よくあのスタジアムで、まあ、ボールボーイしてて、まあ、その上がった時も多分ボールボーイして、すごいその、そうですね、ボールボーイしてた印象が強いですね。まあそうですね、まあ、そのボールボーイしてた時もすごい人入ってて、まあ、憧れの舞台では もちろんあったと思いますし、まあ、そこで活躍する選手たちも、その突然のトップの選手たちを見てきて、まあ、今その選手たちと試合できていることを、まあ、考えればすごい光栄なことかなと思います。早い段階で、まあ、自分がセットプレーからゴール決めれて、私追いつかれたんですけど、まあ、後半追いこうまた追加点取って、まあ、勝てたゲームで、そうですね、まあ、もちろんゼロでいければもうちょっと楽な試合展開でしたし、まあ、ただ自分たちの入りからしっかり相手を圧倒して、相手の、まあ、自陣で、まあ、ゲーム進められて、まあ、入り良かったかなと思います。まあ、しっかり、まあ、ゴールに絡むっていうところで、まあ、自分のゴールもそうですし、アシスト、まあ、前回の PK 取ったり、まあ、まずは点取ることでしか、まあ、勝利はないと思うので、しっかり、まあ、攻撃を引っ張りたいなと思います。はい、まあ、最近、まあ、よく相手かわしてシュートという、まあ、形がすごいできてきてて、まあ、そのシュートも、まあ、練習ですごく入ってるところが、まあ、そう見られてるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、ここ最近は、まあ、自分が欲しい形でボールを受けることができてきてて、まあ、うまくボール引き出せてるなっていう、まあ、ボールもらえれば自分の特徴は出せるって思ってるので、まあ、しっかりその引き出すところ周りとコミュニケーションを取って、まあ、もっともっと上げていきたいなと思います。そうですね、まあ、まあもちろんレベルは、まあ、上がって J1 に来て、まあ、J2 ではレベル上がってて、まあ、その中でまあ自分自身も成長してて、うん、まあ、そんななんか歯が立たないなとか、まあ、レベル高いなって思うことはまあほとんどなく、まあ、しっかり自分の持ち味とかを出せるかなと思います。まあ、もちろん勝利目指す中で、まあ、こう厳しく言うところもありますし、まあ、それ以外のところですごいなんか切り替えて、まあ、すごいフレンドリーに話してくれるなって思いますし、まあ、その現場のスタッフで言ったら、まあ、上のその会社の人たちとも、まあ、すごい近くて、まあ、そんなに話すことはないですけど、まあ、挨拶とかして、まあ、みんないい顔してるなって思いますね。そうですね、まあ、よく練習場にも、まあ、結構多くのサポーターが足を運んでくれてて、
まあ、試合では、まあ、ブーイングされてもいいんじゃないかなって自分で思う時も、本当声援、まあ、後押ししてくれるので、まあ、しっかり結果で応えないとはいけないなって思ってますね。ですね、まあ、自分もジュニアユースの時トップの選手とかにサインもらってて、まあ、絶対憧れの存在ではあったので、まあ、そう逆の立場というかそういう立場になってみて、そうですね、やっぱ憧れ続けられるように、まあ、していきたいですし、まあ、しっかり、まあ、1回しか来ない人たちもいるかもしれないんで、まあ、しっかりいい対応したいですね。セルビアのサポーターの皆さん、いつもありがとうございます。しっかり突戦で、まあ、まずは勝利、まあ、しっかり優勝に近づけるようにまず一歩一歩、まあ、頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。